前のコークテージにドン引きしてる中日ファン。もうちょっと払えば山川獲得できないか。6億はないやろ。山川獲得できるって。山川も取ればよくね。石川すぐ怪我するし。6000万でいいじゃない。中田にこの額はないやろ。もうちょっと積んで山川行けよ。ビシエド日本人枠になったのに。その金を柳とか小笠原に使っちゃいかんの。どうしゅまたごねそう。中田抜きにしてもなんか野手だけ暖冬になってるしな。これもやばいけどビシエドに5億はもっとやばいやろ。こいつに6億出すなら外人マチャにかけた方がよかった。なぜ両方取らないと思ったんだい。中田も困惑してると思うわ。これ